あと11エレレベ、あと9エレレベ、あと5エレレベ。おマックみたいの出てきた。北朝鮮ってもう一つのお家なんですよ。こんにちは、サトルです。本日はですね、北朝鮮のパソコンの OS というのを手に入れましたので、皆さんにお見せしたいと思います。まあウイルスじゃないですが、中身は面白いんで、わーって驚いてみてください。では早速北朝鮮の OS インストールしてみましょう。どんな中身かな、気になります。はい、ということで今日はですね、いつも通りのウイルス PC に北朝鮮の OS を入れて遊んでいきます。そうですね、これはね、一応言っておくんですけど、仮想環境というやつで、まあパソコンの中でパソコンを動かす系です。はい、こんな感じですね。でこれで一応今は大画面フルスクリーンで表示させるようにしてます。はい、まあこの方が見やすいですからね。まあこれで皆さんの前で実況していきたいと思います。ということで早速この画面、何を言ってんでしょうね。全然韓国語やらハングルやら何かしら読めないです。まあ読めないけど雰囲気でインストールしていきましょう。多分これ、ようこそ北朝鮮の OS へみたいなこと言ってますね。多分ですよ、多分。だってなんかここに 3.0 って書いてありますからね。これね、これバージョンの名前です。この OS レッドスター 3.0 ですからね。まあウェルカム 3.0 みたいな感じかもしれません。はい、ということでこれタッチ効くのか、効かねえな。 あれ、うん、タッチパネル考慮してないね。あ、してるか。うん、なんか微妙だねわかんないよ。まあこのパソコンタッチパネルいけるんですけどね。うん、タッチいけるんでしょ。あ、でも考慮してなさそうな気がする。してるか。まあ、Linux をね、基盤として作ってる OS なんで、まあ、中身は Linux なんですよ、ぶっちゃけ。はい、もうなんかちょっとね、どっかで見た OS みたいな見た目ですね。なんか Apple のやつですね、あれに似てます。なんでしょう、 Mac ですね。はい、 Mac に似てます、ちょっと。はい、昔の Mac に近いですね。適当に、これ多分ユーザー名だと思うんですよ。これは、ああこれもなんだろうね、これユーザーの名前と、これがユーザー名かな、多分。わかんない。まあサトルだから SA にしておこう。これ多分、いやわかんない。あ、うん、ちょめちょめちょめになるっていうことはパスワードですね。はい、じゃあ朝鮮1、はい、朝鮮1にしようと思います。なんか適当にねやります。でこれわかんないな、多分これ一番下はパスワードのヒントかもしれないですね。でもわかんない、ヒントわかんないか、これでいいや。はい、なんかネットワークの設定に入りましたね。やっぱりなんだろうな、わかんないな。まあなんて言ってんのかわかんない。多分これ IP アドレス、多分なんかね、手動でネットワーク設定しないとネットやらしてくんないみたいな感じかもしれません。はい、まあいいや、ネット入れなくていいです、中身を見たいだけなんでね。でこれはなんかあなたの住んでるところみたいなね。北朝鮮限定じゃないのかな、わかんない時計と、いいで、インストールしますよみたいな画面ですかね。はい、インストールします、お願いしますって言ったらインストール始まりました。うん、頑張ってパソコン。まあこのね OS はやっぱり10年前の OS なんで非常に軽いんですよ、動きがね。最近のパソコンで動かすと非常に軽いです。なのでスルスルスルっとインストール始まりますね。うん、なんかどっかで見た画面に似てんだよな。やっぱ Mac だよね、 Mac に似てるよね、すごい似てる。もう古い Mac にすごく似てる。でも中身は Linux、 なんだろうねおかしいよね。うん、見た目がね Mac に近くても
そうです、中身は Linux なんですよ。もう、まあ、Linux と Mac って全然違うんですよ。まあなんか似てるんですけどね、動きはね、動きというか、なんかディレクトリ構成ってね、仕組みはね似てるんですけど、でも違うんですよ、システムが結構違うんです。 Linux のアプリが Mac で動くわけないみたいな、そんな感じですね。あ、インストール、これがインストール始まってる系ですかね、多分。うん、やっぱりハングル読めないからね、なんて言ってるかわかんないんだけど、インストール中って言ってるんですかね。なんか15レベルって言ってるからね、ここで15レベルって言ってるから、多分15分待ってって言ってる感じですかね。でも読めない、あと14分、まあ待ちますか。あ、待ちましょう。はい、あと13分、エレベレ、あと12分、エレベレ、あと11エレベレ、あと9エレベレ、あと5エレベレ、あと4エレベレレレレ、あと4エレベレレレレレレ。おマックみたいの出てきた。おお、インストール中か。これなんかボタン押せそうだね。なんだろうこれ、怖いな。なんかキャンセルされたら困る。お、再起動始まった。起動してますね。レッドスター。さあ、どんな画面かな？お、出てきた。ログイン画面。Mac みたい。はい、ログインします。Mac みたい。昔の Mac にすごく似てる。まあ、10年前のね、OS ですからね、こいつね。まあ、10年前の Mac って感じと思ったけど、ちょっと画面がおかしいな。直すか。うん、こんな感じ。Mac っぽい。すごい Mac っぽい。ね、これさ、多分、右クリックいけるね。すげえ。めっちゃ Mac みたい。で、これ多分この設定、Mac のあれっぽいな。こう行くと、行くよ。うわ、Mac だ。超ウケる。Mac じゃん。俺の今の Mac 見る？これ、今の Mac。ちょっとね、まあ、ね、昔の Mac とちょっとデザインが結構かけ離れてるけど、まあでも作りは一緒だよね。これ再現してんだよ、 Linux で。すごくない？ほらすごいよね。はい、 Linux なので、まあさすがに何かしら、何かいいアプリありそうだよね。おお、なんかいろいろアプリがあります。これクリック、お、出てきた。これを追加できる。おお、すごい。なるほど、Linux ならではのターミナルもあります。はい、ターミナルってなーにと思うんですけど、ドックに追加できるのがすごいな。ターミナル起動。はい、ちょっと PC がね、雑魚スペックなんでちょっと重いので、ターミナルってなーにって思います。ターミナルってこれコマンドアプリです。はい、 CD、 はいはい、はい、こんな感じでなんかディレクトリ移動して、このディレクトリ何が入ってるって見れたりします。はい、まあいろいろね、もっとコマンド出てますけどね。どうしようかな。なんか綺麗に映したいよね。こうやってやるとほら綺麗になりました。うん、何があるよって一覧で見れます。このパソコンの中にこんなのが入ってるよって、これはディレクトリ構成っていうんですよね。はい、ディレクトリと言います。パソコンの仕組みですね。ここでなんとなくわかるんですよ。はい、ユニックスやリナックスってだいたいこんな感じで、ビンとかブートとか、なんかいろいろ ETC とか、なんかね、メディアとか、なんかいろいろね、ディレクトリっていうのがあるんですよ。フォルダーですね。フォルダーがこうやってあるんですよ。リナックスとかユニックス系って。まあ Mac そうですね。Mac もそうです。はい。こんな感じでね、仕組みがあるんですね。まあ、バーのフォルダーね。はい。VAR。はい。こんな感じで、フォルダー構成がありますわ。ただ不思議なのがね、このフォルダーなんですよ。アプリケーションズってフォルダーですね。こいつ、このフォルダーね、このフォルダー
すごい不思議なんですよね、アプリケーションズ。うん、すごい不思議。何が入ってんのって思ったんですよ。はい、ではこれ入ってみようと。CD。はい、入ってみます。で、それで LS-L で打って、中身見るとすごいね。なんとかドットアップって書いたんですよ。これどっかで見たなと思うんですよね。このなんとかドットアップっていう形式。あれこれ Linux だよね、これ。北朝鮮のこの OS って中身 Linux だよねと思うんですけど、なぜかね、Mac と同じ形式のね、なんか名前でアプリが入ってるんですよ。すごくね。ねえ、これをオリジナルでドットアップのアプリ作っちゃったのっていうね。北朝鮮すげえ気合が半端ねえんですよ。って感じ。どんだけ Mac 大好きなのって。はい、これ Mac なんですけど、Mac のディレクトリ構成もそうですね。Mac はアプリケーションズがあって、ライブラリとかいろいろね、あるんですよ。はい、Mac の仕組みこんな感じです。アプリケーションズの中入ってみますか。はい、Mac の中身、ちょっと重いけど、フラフラしてごめんね。Chrome とか見ればわかるんですけど、なんとか .app って書いてありますね。line.app とか、いろいろね、Mac そういう形式でアプリが保存されてるんですよ。でも、北朝鮮の OS もこうやって保存されてます。Linux、本当はアプリケーションズフォルダっていないんですけど、なんか北朝鮮のやつはいるんですよね。うん。すごい気合い入れて作ったんですね。半端ねっすよ。さすがキム・ジョンウン、キム・ジョンイル、どっちだろうね、この時代はね。すごいね。今ね、Mac で Linux に遠隔でつないで Linux の中身見てるんですけど、はい、この Linux をね、この Linux の中見るとね、アプリケーションズフォルダっていないんですよ。ほら、この一覧見て。この一覧にアプリケーションズフォルダっていないでしょ。ちょっと重くて Mac が物理的に重くてフラフラしちゃってごめんねなんだけど、はい、 Linux の中アプリケーションズフォルダっていないですよね。なのに北朝鮮は気合い入れて作った。天才っすね。うわ、犬うるせえ。はい、すごいね。褒めたくなるぐらいもう気合い入れてる感じっすね。半端ねっすよ、これ。これが北朝鮮の最高な技術力ですね。えぐい。でも Mac 使えばいいじゃんって感じなんですけどね。で、さらに不思議なことがあります。ね、これブラウザっぽいよね。ブラウザ入ってみましょう。ホッキが入ってんのなんかえぐいね。独裁感が半端ない。ブラウザ起動してみよう。おっそ。パソコンが低スペックだから仕方ない。はい、ブラウザ起動して、それでこの中で不思議に思うことがあります。何でしょう、不思議に思うこと。これ見てわかりますか。チチ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 ポン、これです。アドレスバー見てください。これね、このブラウザに設定されているホームページがね、IP アドレスなんですよ。これ URL が IP アドレス。はい、ねえ、 10.76.1.11 って IP アドレスなんですよ。ねえ、これ見て不思議に思うでしょ。なんでこうなってんの。答えが面白いんですよ。これ多分どう見てもグローバル IP とかじゃないんですよね。はい、内部ネットワーク。はい、お家の中のネットワーク。なんて言ったらいいんだろうね。イントラネット。難しく言うと。はい。内部ネットワークです。はい。皆さんがよくやるのは、インターネットですよね。外と接続するネット。google.com とか、ね。youtube.com。YouTube アプリ開けば、YouTube の動画見れる。はい。これがインターネットですよね。ただ、北朝鮮は、イントラネットっていう、また別のネットワーク使ってます。はい、これはね、イントラネット、内部ネットワークなので、外とつながらないんです。外のお国とつながらない。ということは、日本の Yahoo Japan とか、Google、アメリカの Google ですね、Google.com とか、
その辺とはつなぐことができないんですよ。イントラネットなのでね、閉鎖されたネットワークです。実はね、イントラネットってお家でも作れるんですよ。はい、この中にはね IP アドレスいっぱい並んでるんですけど、はい、こいつに接続すると、はい、監視カメラの中のデータが見れます。はい、これはねお家の中でしか見れないんです。これがイントラネットです。お家の中でしか見れません。イントラネットと言います。はい、こういうのってお家の中での仕組みなんですよね。それがですね、すんごく面白いんだけど、北朝鮮ってあんなでっかい土地がもう一つのお家なんですよねえ、あれは一つのお家なんです。我々の環境で考えるとね、俺らでいうあの一つの国家自体が本当に一つのお家なんですよ。面白いね。ね、俺らはいつもお家がいっぱいありますよね。外歩いてればお家いっぱいありますよね。で、みんなそれぞれみんな独自のイントラネットっていうのを持ってるんですけど、北朝鮮はあのでっかいお国の中で、しかもあのでっかいお国一つがもうお家、一つのお家っていう状態なんですよね。すごいよね。いやー、半端ないよ。イメージしづらいんだけど、おう、でもイメージできちゃったらもうすごいよね。うん、こんな仕組みなのって想像できちゃうわけです。これが北朝鮮の面白い仕組みです。いやー、これ見て感心しちゃったね。びっくりですよ。うん、ねえ、と思ったよ。すごいよね。その他、あっちのお国は音楽が大好き、音楽すごく大事にしています。なのですごいですよ。ちょっと傾けるね。この方が見やすい。あ、そうだね、よいしょ、この方が見やすいね。はい、なんと音楽を作れるソフトを入れてるんですよ。作ってんですよ。ねえ、みんないつも聞いている金魚金魚ってやつ、これで作ってんですかねこれで作ってると思うんですよ。すごいね。音楽どうやって作るんだろう。こうドラッグアンドドロップで作れるのかな。ピー、あ、そうでもない。これクリックすればいいのかな。あ、なんかいける。わかんない、作り方超わかんない。どうやってやんの。キム・ジョンウン教えて。超わかんない。いや、ダメだ、俺にはセンスがないわ。あと何だろう、何が入ってんだろうっていろいろ漁るんですけど、まあ電卓とかメールとか設定アプリとか、これあと付箋が入ってんだよね。ほら、ペペペペペペ、ほら、ほら、付箋がかけちゃうんです。まあ Mac のパクリですね。さて、オフィスみたいのもあります。 Excel みたいのがあるんすね。入ってみましょう。はい、おお、すごい、オリジナルで作ってんのかしら。すごいね。韓国語じゃなくてハングル、朝鮮語だから多分あれだ。すごいな、うん、これオリジナルで作ってるっぽいよね。ね、すごい。あら、すごい。でも全然読めないからさ、あ、わかんない読めないから使えないわ。まあとりあえずこう入力してってできるんですね。じゃあそうだな、いいこと思いついた。1234って入れて、これでよしで、イコール、イコールが書けない。どこだ、イコール。そのまま、お、いけるかな。お、すごい、ピッ。さすが、エクセル、関数打てる。北朝鮮流のエクセル、すごいね。すごいよ。ほら、関数打てるんだよ。計算してるよ、ちゃんと。サムで合計値出してるよ。すごいね。これ計算して、1234って足して、10ですよ。10。ちゃんと10って計算してます。すごいね。いやー、すげえ、これ。うん、バージョンは3らしいです。じゃあ2とか1とかあるんだろうね。へえ、すごい。はい、保存できるファイルの種類がなんと
エクセルとかできるんですね。すごい。これデスクトップに保存できるのかな。わかんないけど。なんかいろいろ言っててわからん。なんだこれ。何これ。保存できないのか。これ？なんかあれわかんない。あれ。なんかよくわからなくなってきた。読めない。ちっと読めない。Excel で保存してみたい。XLS ならいけるのかな？あ、保存できたらしい。なんか、うまく動かないやつは動かないんだね。いけた。XLS で保存できた。これ。いいね。もう一回開いてみようぜ。うわ、なんか Mac みたい。すごいね。開けるんだ。すごいや。へえ、さすが。そして Mac みたいなステータスバーですね。これ旗が動いてるんですね。細か。すごい。しかも何これ。炎のマーク。なんか言語っぽいよね。言語追加できるのかな。言語追加の画面っぽいのが出てきたね。多分言語追加なんじゃないか。なんかいろんな言語対応してますね。なるほどね。あ、これさ、あれ、やっぱり中身は Linux だから、まあ、標準でこういうの言語いっぱい積んでるんでしょうね。Linux だからね、中身はね。Linux のシステムを流用して、こいつを作ってるわけだから、いろんな言語対応してます。ただなんかまあ、なんていうんですかね、アメリカの国旗とか出てこないね。多分出てこないね。あと日本の国旗が出てこない。なるほどね。って感じ。読めない。わかんない。まあいいや。追加したのかな。英語追加できたみたい。英語の追加できたみたいですね。はい。これ北朝鮮の言語で、これが英語ですね。バッテリーが 30% しかない。はい、ということでいかがでしたか。まあそうですね、これ Mac にすごく似てます。中身は Linux なのに見た目はすごく Mac に似てます。見た目だけじゃないね、アプリのフォルダとか Mac と同じディレクトリ構成なので、まあ感動しましたよ。あとは自前で Excel とか作っちゃって、まあすごいですね。いろいろ作り込んでます。さすが北朝鮮、気合入ってますね。操作も Mac にすごく似てますからね。まあ、Mac 使ってる俺からしたら、まあ、使いやすい OS なんですが、ハングル読めない、朝鮮語読めない。ということで感動したと思ったらグッドボタンお願いします。ではご視聴ありがとうございました。